Thank you.
どうも ありがとうございます、配信ライブはここで2回目なんですけど、今回はお客様を入れてちょっとは落ち着いてるんですけど、配信ライブってなんか何十年経っても緊張するもので、ちゃんと喋りにくいし、でも緊張した親父の顔を見るのもいいですよねピアノは片倉舞子です。1曲目にオリジナルの C マイナー、それから今のがブラジルの名曲で How Insensitive をお送りしました。今日はあの僕らあの同じレーベルにいるんですけど、それぞれいっぱい作って一緒のもあるんです。アフターダークっていうやつとか、そういうのもいろいろ置いてますんで、いっぱい買って帰ってくださいね。よろしくお願いします。せっかくだから何か喋ります？いらない今集中してますんで。それではその次はあの2人で撮ったデュオアルバム あのメインの曲です。アフターダークをお送りします。
それではファーストセットあと2曲お送りします。スタンダードからオン・ザ・トレイル、それからオリジナルでブルース・イン・シー、この2曲お送りします。
Thank you.
どうもありがとうございます。片倉麻衣子、少し休憩します。もう回ってない？大丈夫？
はい、皆様ありがとうございます、ね、一部お楽しみいただけましたでしょうか。はい、ね、ありがとうございます、ね、一部ちょっとハプニングがございましたけれどね、ちょっと配信の方には伝わってないんですけどね、ちょっとありまして、まあね、これはもうご来場の方だけのね、まあハプニングだけど、まあそれがまたね、醍醐味ですよね。はい、と思います。イエーイはい、ということでね、2部もどうぞよろしくお願いいたします。2部の前に少しだけお店から宣伝させていただきます。はい、今日のね、トキさんと片倉さんね、CD が出ております。じゃじゃん、ね、アフターダーク、ね、はい、あ、拍手が起こっております。イエイイエイイエイ、ね、はい、これ素晴らしいデザインでね、本当にこれは岡本太郎さんのね、モチーフになってるんですかね、はい、でございます。はい、こちらはなんと本日販売しておりますよ、後ろの方で、ね、イエイイエイ。はい、ね、ということでね、今拍手をされた方はもう皆さん買っている、もしくは今から買うというふうに、ね、思っております。よろしくお願いします。そしてですね、その横にもね、なんか素敵なジャケットの CD がもう他にも並んでるんですよね。はい、というのが、トキさんの、ね、武田さんと、ね、今年、ね、レコーディングされましたそのアルバムも並んでおりまして、でその横には片倉さんね、今年も2タイトル販売しております。はい、ということでね、プレイズスタンダード、そして、プレイズコルトレーンね、もうこれはジャズファンはね、もう買わずにはいられないですね。はい、ということでね、もう今日は真のね、ジャズのファンの方々がいらっしゃると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。イエイイエイ。はい、ありがとうございます。いい声をありがとうございます。はい、というね、はい、でね、配信の方もですね、ネットの方でね、ぜひご購入いただければと思います。きっと私もスタッフ中尾金也くんがね、CD 情報の方チャットの方で紹介させていただいておるかと思いますので、はい、そちらからもぜひもう今の間にポチッとね、ご購入ください。はい、で今日ね、ご来場の方は買っていただきましたらですね、サインも、してもらえるかと思いますんで、はい、貴重な機会でございますのでぜひお願いいたします。はい、そしてですね、12月なんですね、もうね、あっという間に半ばに入ってまいりましたが、ね、毎年ですね、ラグではこのボトルキープフェアというのをやらせていただいておりまして、ね、8250円のフォアローゼスブラックボトルキープ半額セールをやらせていただいております。はい、すごい得ね、ということでね、通常この1年間ね、キープ期間、あ、違う、半年間のキープ期間なんですが、まあ、今回はね、もう1年キープさせていただこう、そういう風になっておりますんでね、皆さん、次回ちょっとまだ予定はね、どうなるかわからないという方もね、これが1本あれば安心でございますのでね、はい、もうお客様のボトルございます、そんな感じでご用意してますんで、はい、ぜひね、盛り上がりましたらね、今日のライブが良いと思った方はもう一緒にね、ボトルキープいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、イエイ、ありがとうございます。もう先ほどから素晴らしいご声援ありがとうございます。はい、ということでね、2部の方も、もう始まりますね、ということでね、もう今からね、お呼びしたいと思いますのでね、2部に突入させていただきます。皆さんご準備よろしいですか。はい、イエイイエイ、ね、ではお呼びいたします。では本日のね、ご出演、トキ秀文さんどうぞ。はい、イエイイエイ。そして片倉麻由子さんもどうぞ。はい、ありがとうございます。ということで2部始めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。マスター誰や、はい、私がマスターで、あ、マスター、マスよろしくお願いいたします。松尾さんです。ありがとうございます。変えました、何を言おうと思ったか忘れたな。まあいいか、とりあえずアイヒアラプソディ、これアフターダークが入ってます。4枚の CD 全部値段が違うんで、高いやつがクオリティ高いとかそういう意味じゃないとは思うんですけど、高いやつ安いやついろいろあります。中身は高いですけど全部高いと思います。
よかったら買ってください、まずアイヒアラプソディをやりたいと思います。
古い曲で発射灰っていう曲でした。普段やらないんですけど10年ぐらいメロディー吹いてなくてめちゃこわごわ吹いたんですけど、なんで復旧にこれを入れたかっていうと、僕は、70年代かな、福岡県の久留米にルーレットっていう店がありまして、そこによく行ってました。そこに名物マスターと名物ママがいまして、ママはバレーボールの元選手で逆三角形の体で僕より全然背が高い2メートルぐらいあってでマスターがすごく優しい人で、男の人で古い人で多いですけど哀愁路線が好きな人多くて、発射灰をやってほしいって言って、まあやってみようかってやって、プッとカウンター見たらマスターが涙流して泣いてるんですよね。簡単に泣く人だなと思ったんですけど、その時はで、まあ今は2人ともあの世に行ってるんですけど、やっぱり時々思い出すんです。会いたいなと。いや今あの会ったらやばいですけど、まだもうちょっとこっちで頑張りますんで、そんなとこで片子さんの直角マイクあるからちょっと喋ったら、いや片倉マイクです。何でも、あ、宣伝でもいいし、あの自殺レコーディングとかでもいいし、はい、あ、本日はどうもありがとうございます。お越しいただきまして、宣伝いや好きなようにあの宣伝、じゃあ宣伝しようかな私。あ、そっか、今日4種類あるんですよね CD ね、うん、そう、トキさんとのデュオのやつ、これとトキさんのギターマンと、ギターマン、ギターマンと、はい、私は10月の27日に、2枚あの発売しまして、プレイズコルトレーンっていうのとプレイズスタンダードっていうのを2つリリースしたんですけれども、同時発売ですよね。同時発売すごいですよ、同時発売って。はいあのそこに4種類並んでるんですけど、可愛いですよね、ジャケットがすごい絵になるんですよ。あの可愛いからのぜひ見てください、見てくださいっていうか見るだけじゃなくてお金出して見てくださいはい、でもあのこうしてあのこの間は無観客の配信ライブだったから、やっぱりこうやって誰かにこう聞いていただくのはありがたいですね。やっぱこうあのこの場、一緒の場ですごくあのすごくやっぱりお客様があの聞いてくれる人がここにいる方がやっぱり楽しいです。楽しいですね、はい、あのなんかあのこの前は1曲目の最後の方でむせたんですよ。でもこうやって笑ってくれるからいいですけど、誰もいないとものすごいシビアになるんですよねでもお客さん入るとやっぱり最初に心配なのは、あのよく大相撲で砂かぶりってありますよね。それと同じように飛沫かぶりの席ってあるんですよ。そこが席作らないようにしてくれって、でこのぐらい離れたら飛ばないですよね。大丈夫だと思います。とんでも僕のせいじゃないですからね、僕あの持ってないですけど、一応ステージにいる僕らはあの持ってると仮定してあの移しちゃいけないって、持ってないですけど持ってると仮定していかないと、どうしてもやっぱりなんて言うんだろう、無神経じゃないけど神経が行き届かなくなるんで、気持ちだけですけど。あ、皆さんマイクして、あ、マイクじゃない、マスクしてるんですよね。その感じで健康的に帰ってくださいね、帰るときは、はい、それでは、またここから2曲あのデュオのアフターダックからやりたいと思います。 G Baby Ain't Good To You、 それからあのまあレッスン来た生徒だったら分かると思うんですけど、ある程度ちょこっとやったら入る曲があるんです。枯葉、この2曲をお送りします。
片倉舞子、今日はどうもありがとうございました。来年は普通にライブがやりたいです。その時は本当に普通に楽しみに来てください。まだまだ練習して頑張りますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございます。すごいな、1万人ぐらいいるみたいな感じで。ありがとうございます。それでは新しい方の CD、関西のギタリストの重鎮武田和彦さんを入れて作ったザ・ギターマンの中からザ・ギターマンをお送りします。
ください。